はいこんにちは、えー、プログラミングの学習で一番初めにやることっていうとだいたいハロー・ワールドを表示するということがありますその、えー、ハロー・ワールドの表示ですがこの、えー、プログラミング言語 C っていう本にあの初めて載った的な話がありますそのこのプログラミング言語 C っていうのは、えー、ここに書いてあるように バイブルとも言われている C、えー、言語を勉強するならこの本を読みなさい的な本でプログラミング学習のまあ基,本基本的なこと、えー、基礎をこれで学びましょう的な話が、ね、ある本なんですけどもこの本は、えー、カーニーハンとリッチーさんに書いたかなカーニーハンとリッチーさんが書いたから えー、K&R とかいうふうにも言われて言われてますけれどもこの本は暗視準拠 C になった時に改訂された本ですねで、その本の、えー、現象ですね <laughs> 一番初めに世の中で一番初めに出た、えー、プログラミング言語詞 The C Programming Language の現象はこれですねこれは1978年に 出版されましたこういう本です <laughs> ちなみに日本語の第2版と比べるとサイズがこう違うと厚みも厚みも違うけどサイズが違うね版が違うからねまあそういう本なんですけどもその本に、えー、の初めの方に「ハローワールド」は書いてあるんですけど チュートリアルイントロダクションの,の、えー、と6ページここにハローワールドっていうのが載ってるんですけどもその、えー、この本が ハローワールドの元祖っていうのは本当のことを言うとハローワールド自体は元祖ではないと例えばウィキペディアなんかによると1974年のベル研究所のプログラミングイン c a チュートリアルという資料が C 言語でのハローワールドの元祖という風うに言われているそうですでそれをさらに遡ると1972年の B 言語でハロ、えーワ、えールド r l d のことが、えー、なんだ書かれていてさらに遡った1967年の BCPL が、えー、プログラミング言語にハローワールドで表示しましょうっていうのが,のがそれが、えー、1967年の BCPL っていうのが元祖だというふうにウィキペディアなんかによるとそういうふうになっていると。 という,ふうになっておりますで,でその「ハローワールド」っていうフレーズですねこれ自体は1959年から始まったウィリアム・ B ・ウィリアムズという人の人がラジオパーソナリティなんですけどもその人が番組ラジオ番組に持ってた「メイク・ビリーブ・ボール・ルーム」という番組のお決まりキャッチフレーズだったというふうにも言われております。 その、えー、キャッチフレーズの、えー、なんだそのも大元のラジオ番組が、えー、その公式のラジオ局だと思うんですけどそれの人それがアップロードした音,音源がありましたんでその音源をちょっと引用してみたいと思いますどうぞ Hello world this is William B. Williams このラジオパーソナリティの、うん「ハローワールドという発言がプログラミング言語を学習する際の「ハローワールドの大元なんじゃないか説があるということですね。えー、どちらにしても、えー「ハローワールドというやつを一般的一般化一般的に広めたという意味ではまあいろいろあるけど このプログラミング言語 C じゃねえやこれ何だっけ雑誌プログラミングランゲージっていう本が元祖なんであることは間違いないでしょうえ何しろ正式に出版されたのがこれが一番初めなのでそれ以外はその内部資料みたいなやつですからねでえこのハローワールド含めてですねえこの本の内容は えー、この本自体はアン氏になる前の C 言語でアン氏アン氏になった,た1989年 C89 に,になるとそのこれの改訂版もその英語版でも出てるんですけど日本語版だと、まあ、こういうふうにこういうのになったとで、えー、その,の C8 でこれがバイブルだからってってこれ読んであの学習しようとすると。 といろいろとつまずくと現在は C99 あたりからいろいろ変わってるんでそのまんま書くと、えー、これが暗視準拠なんですけどここですねそのまま書くとこれだとエラーが出ると。なので、えー、とこの本はまあバイブルというよりも個人的には古典プログラミング言語学習書の 古典なななんじゃいいいかなという,ふうに思いますある程度 C 言語を学習した後に古典ではどういうふうに説明していたのかを読んだり C99 以前ので書かれた行動がどうなってんのかっていうのを、えー、調べるために読むんだったらいいんじゃないかなとそういうふうに個人的には思います。ほんで このの本自体の日,本語版です、ね、日本語版自体もいろいろ面白い話があるんでそれはまた別途見るようにしたいと思います。というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。 最後までご覧いただきありがとうございましたチャンネル登録の方もできればお願いいたします